波合神社は、長野県下稲郡厚村む合に鎮座する神社。五代醐天皇の高尊である、陰陵神皇を祭神として祀る神社で、遠方年間に造営されたと伝わる。陰陵神皇は、波合家や、品野宮殿といった江戸時代に記された、軍記物語に登場する、創作上の人物である。南朝の聖衣体将軍であった神皇は、上野国から、 三河国へ向かう途中、1424年にこの地で、北朝側の襲撃を受け命を落とした。そのお首を埋めたとされる墓所のそばに神社が置かれている。墓所は、境内の西側に位置しており、1881年になって、正式に親王墓と否定されたため、宮内庁の管理地として、立ち入りが制限されている。 境内には新能を供養するために近年になって建てられた供養塔のほか宮内大臣、渡辺千明による飲料新能ご給席の日や新能の自席調査のために明治天皇の直詞として藤原工業が当地を訪れたことを記念する直詞参考の日などがある。1909年に村内にあった八幡社と諏訪社を合祀している。参道は 厚村立ン立南合小中学校の脇からおよそ600メートルにも及ぶが、神社近くまで車で迂回することができる。ありがとうございます。